どうも、初めて反応です。どうも、初めて反です。ニースの角度は30度。どうも、ゆきりぬです。せっかくだけ見ていけんちゃい、こんにちは、かこちんです。まあ、最近、ゆきりぬが、はい、昇進な乙女だと。でも、立ち直りつつあるよ。いや、それは、僕は俺よ。僕は倒す。なんでよ。起き上がらせて倒す。なんで。楽しいの、勉強されたのに。だから、もう今日は、傷ついたゆきりぬを助けようということで。なるほど。ありがとうございます。我々で助けられるものなのかどうかってところでちょっと。おられたのにもう一回助けるまあそんなわけで一応やりたい企画は、はい、大会束縛カレカの旅行ルールなんですけど、はい、引いたカード2枚がカップになります。付き合います。女子女子男子男子のパターンが含まれてしまってるけど、それは引き算しない。組み合わせはもう純不動というか、気持ち悪いやろ。全部しかもこれ実際付き合った回数にカウントできるから、元カレとかが増えるってこと。そういうことそういうこと。元カレ増やす、彼女いないブランクを消せるっていう。いやだからそれってさ、もう中学生高校生の思考なんだマジで。実際 OK ですか。あらやだやだ。いいでしょ。なるほど。一応魔法カードとかあるから。また出た。魔法カードに書かれたこともまあ実行するって感じ。なるほど。ちなみに女女とか男男になったらどっちが女役するとかはあるんですか。それはもう前回のこれマニアックな話だけど、ウミウシってテニスで戦うらしい。どういうこと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 。お互いのテニスをぶつけ合って負けた方がメスになる。マジでそんなんあんの。そんなんあるんだ。それめっちゃ面白くないそれ。それで、あの卵が…っていう話聞かされた上で俺ら実際…っていう話聞かされた上でどうしたらいいわけ。それで戦うんですか。いやいや、相当渋い。それ手に罰、手に罰としたら、それは…お前、それマジで…鼻伝終わるやろな、マジで。それマジで…女子同士の場合はなんかそういうのないんすか。どうしてんのやろ。突起がより強い方、突起がより強い方っていう、一番楽しい。はい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 。なるほどなるほど。というわけで、やっていきたいと思います。搬入引力。だからわかんねんなそれ。まず1回目のカップルを決めます。はい。どんぐらいガチなんですか。いやもうほんまに付き合ってると思ったと思う。付き合ってないの見てる。早いこれ。初っ端が一番きついですよ。初っ端で結構決まりますからね。じゃあもうそこちん引いて2枚。これとこれで。はい、どうぞどん。ゆきりぬちゃん付き合った。いや彼女。何？めっちゃ楽しい。ゆきちゃんさ、今日どこ行く今から。ゆきちゃんそういえばさ、結構人いないとこ好きよね。人いないとこ。人いないとこ。山とかどう。いや、いいよ、私楽しそう。あ、じゃあ山行こっか。ちょっとほんの人お前らも嫌やろこれ。これさ、俺やってる俺らの方がマシな気がしてきたもん。魔法カード引いて、魔法カード。なんとなくちょっと、多分なんとなくのルール。あ、はい、どうぞ。見せて。ちょっとこれあかんってこれ、ほんまに。あー出ました、魔法カード体の相性。あかんってお前。一番最初のカードじゃないでしょ。サイコロを振り、奇数が出れば二人は割り切れない関係となり、次のターンもセフレ状態となる。だから、じゃあ次のターンで。だからお前この企画攻めてんな。天才的なカードだな。しかも一発目のカードじゃないこれ。これ私マジでカード引きたくない自分の。じゃあ行きます。はい、ゆきさん。何、俺たちは要は体だけのようだ。いやたちの感じ。付き合いしやがって。ごめん申し訳ない。言うの忘れてた。最初ってそこから入ってんの俺。ああそうだって。あの最初酔ってお家に行っちゃってから。ゆきさん攻めるね。この攻めてね。ゆきさん攻めるね。この企画が攻めてんね。いやそう。この企画が攻めてる。あ、行くぞ。心の準備をしないと。ねえジャムおじさんいない。何ジャム。俺のジャムおじさんどこやったの。でもジャムおじさんって寝れないでちもんね。でもゆきちゃん、ゆきちゃんとジャムおじさんって実は同じ身長なの知ってた。それは知らなかったわ。だからじゃあ一緒に後でお昼寝しましょうね。あのちょっとあの一個ちょっとほんまちょっとこれな、あの時間決めてもらっていい。これさ3分
3分なら3分って言ってくれ。ちょっとさ、なんか5分とかにします。でもこれ彼女一人のカウントしていいよね、これ確認やけど、別れたけど今二人まだ体の関係が続いてる。あ、そう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 、はい、だからまたこれで雪犬が失恋しましたって動画上げるからこの間にまたじゃあまた泣かないと。ちょマジでお前らやってみ、これほんまきついから、これマジでカード引きたくないですもん、はい、じゃあ次のカップルを決めます。はい、これだってさ2連続の可能性あるもん。はい、続きやれ。はいはい、あうわぁ気持ちいいね。乗り換えられた。乗り換えしやがった。まあ重曹重曹、ここはまだセフレってことです。そうそうそう、セフレやね、ここセフレの状態で。やりにくやりにくや。うわー、かく俺と付き合おう。うん、いいよ、かく俺と付き合おう。いいよ。じゃあ魔法カード引く。魔法カードですか、こっちに引いて。カレカの質問コーナー。あ、でも良さそう良さそう。これがもう質問するから、はい、何でも答えるから。はい、わかりました、わかりました。これ相当修羅場ちゃう、今ここ今のここ。もう雪犬ちゃん行ったよ。え、二人が付き合ったきっかけは？いや怖すぎ、いや怖すぎ、もうなんかこれ俺怖い怖い。でも前の彼女ちょっとなんか飽きてきてて、うん、次の人探してる時になんかいい人いたから、うん、それが過去だったって感じ。そういうこと。へー、大丈夫言っちゃって俺メンタルイカれてるよね、これ夜とかは結構もう、いやまあでも進んでる感じなんですか。まあまあまあ、まあ進んでるんじゃないですかね。いや私大切にされてます。あ、大切にされてます。全然もう、でも髪の色とか合わせてくれてないけど、私のままだけど。確かに元彼をやっぱイメージしてる。ほんま怖いわ。なんか前の子はちょっと一緒の髪色にしないとなんかね、芝生的なのがちょっと強かった。結構メンヘラだもんね。わこれやばいやばい、ちょっとやばいよこれ。怖い怖い怖いな。俺が怖くなってきた。俺が怖くなってきた。念願的には元カノか今カノどっちがこう相性的に良かった。まあ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 キープかな。今の彼女の前でお前ほんまにクズやな。他にいるの？え、ん？他にいる？見ない、ない、ない、見ないよ。おらよね。見ない、ない、ない。持ったら許さんよ。ん？え、でもじゃあ不満があるってこと？そこには。いや、じゃあ俺わざと怒らせてんの今。なんで？俺 M だから。俺わざと怒らせてんの。毒質の M。まあでもだってさ、前の彼女は身長高くてモデル体型だったじゃん。それが好きだったの。ああ、もう体重視ない。まあまあまあそうよ。だって今セフレだから。間違えた。間違えた。いつものなんかは秘密って言ってたよ。なんで今バグる。前から言い出したんだよ。だってムカつくんだもん。ほんまにムカついてる感出してくるから。どっちが俺のことを知ってるかクイズで勝った方と付き合うわ。うん。どっちが俺のことを知ってるかクイズ今から出すから。まあまあ簡単なとこからね。僕がふとした時に食べたくなる食べ物は何でしょう。じゃあ俺も言うわ答え。俺と一致してた人が勝ちね。はい、はい、じゃあせーの、オムライス。え、なんで？プリン。はい、オムライス。パンケーキ。じゃあお前と付き合おう俺。じゃあ俺ごめん、なんかお前ともちょっと分からなきゃいけなくなっちゃった。魔法カード、魔法カード、デキコン。だからさ、ハラデンデキコン、赤ちゃん役を一人選んでそいつを家族として迎え入れる。だから二人の中から、あの一体雪に選ぶか。あ、なるほど。ちょっと待って俺赤ちゃん役の人とセフレないけど俺赤ちゃん役の人とセフレないけど金で転生して、お前セフレの呪霊が赤子となって雇ってるよ。あ、じゃあ俺女やるわ。女やって。こういうとこか、カツラ。気合です、気合。やばい、もうすぐ生まれる。生まれるやばい、もう妊娠10ヶ月やった、いつの間にか。妊娠10ヶ月まで気づかなかった。こんな話してたのに。生まれるわよ、姉ちゃん。名前はユキコよ。
ボン。あ、ごめん、俺ちょっとごめん、仕事で立ち会いけないわ。何してる、何言ったのよ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、今何が欲しい？ミルク。あ、ミルクね。あの、パパミルク出ないの。あ、私も聞けないわ、ごめんね。ごめんね。あの、これと塩と水混ぜて飲んで。塩と水混ぜて飲んで。死ぬ。マジで、虐待よ、これ。この企画やばいわ。はい、どうぞ。お、てん。お、花雪だ。花雪が付き合いました。正式に。雪犬さんも結構クズよ。ちなみに今。いや間違いない。雪犬さん。前の設定一回忘れて。忘れでいい。花雪って今雪と付き合ってんの？あ、俺。なんか出てきた。なんか出てきた。うん、俺雪ちゃんと付き合ってるよ。今。あの女ね。評価まあ良かったよ。マジで臭い。こいつマジ臭い。人をまともに愛せない女に付き合ってる資格ないからな。ユキも別に忘れていいよ、別にあんな。昔は確かにお前も自分を大事にしなかった時期がある、あると思うねんけど、うん、俺がやっぱ大事にするから。本当に？そこはかっこいい、うん、分かった。なんかそんなずっと二人で見つめ合って。だから全然喋ってくれないんだけど。ほんまの愛はこんな感じやろ。まあ、そうか。ちゃんと真面目にやってるから今。めっちゃ真面目ではある、うん、じゃあ携帯見して。携帯？うん、うん、あ、いいよ、はい。え、このカコちゃんって誰？カコちゃん？いや、これカコちゃん、これ過去の過去や、過去これ過去の女だから。あの、過去の女のことは過去って見てつけてる。だから俺、過去俺10人ぐらいいるから。あ、結構いるんだ。過去の女のことまだ残ってる。え、じゃあ過去をブロックしないの？体に入ってきたものはもうブロックできない。そうそう、体に入る前はブロックできないけど、体に入ってしまったら、もうそんなことばっか言って男なんかみんな信じてくれよ。ゆき、俺を見ろ。怖い、俺を見ろ。落ち着け。ブロックするとか言ってたの。ブロックできひんって言ってるやん、だから。ウイルスと一緒やん。ウイルスと一緒。あの、バブー、バブー、生まれた。デンちゃん、可愛いね、今日も。俺の方が可愛いって言ったやろ。パパ怖い、パパ怖い。俺の方が可愛いって言ったやろ。お前横綱級の鳴き声出すな、お前。花尾があえて雪犬ではなくカコチンを誘い出して告白したらどうなるのかモニタリング。カコチンと付き合いたいな。花尾がカコチンに告ったら逆にカコチンがオッケーして電眼と雪犬ビビるドッキリ。え、ちょっと待って、これ使えない。まあ、使え